はい、新企画でございます。新企画、ゾッとする話、そう、階段も歩くも分かりませんし、そうじゃなくて、日々生活してて、ゾッとしたみたいな、例えばあのはじめくんの相方のバービーちゃん見た時、やっぱりゾッとしたそれはドキッとした話だ。ゾウではないです。ぜひそのゾッとした話を喋りたいという方々に今日集まっていただきました。はい、楽屋でも手相から何からでも、いや、すごかった、すごいんですよ。ゴリが何やったっけ、手相。僕が一番ゾッとしたんですけど、はい、あの皆さんね、ユーモア線があるとか、生命線がすごい強いとか、はい、芸人に一番言われてはいけない、はい、空気が読めない線が、それがまた深かったんやろ。KY 線がくっきり出てるから、ゾッとしましたから。それは本番前、みんなで島田に手相を見てもらっている時。それから生命線で、うちらにもう一本生命線、二重生命線って言って、生まれ持っての運の量が人の2倍あるんです。はい、知らないです。これは多王線っていう線、あの松下幸之助にあったっていう億万長者の線。多王線、はい、多王線、本当の覇者の件です。そしてゴリの番。あ、これあの KY 線っていうのが出ちゃってますね。 KY 線やろ、そのまま KY やろ。くっきりだもんね。くっきりございました。 KY 線、言うと読めない、 KY 線がくっきりだもんね。さあ、ではまずはこの方です。おお、ちょっと今の怖いんですけど、まあ短い話ですけど、はいはい、まあ短い話ですけど、はいはい、俺の高校の時の友達がですね、はいはい、あのまあ、自分の部屋が2階にあって、はい、で夜中にあのちょっと小腹が減ったなと思って、はい、ちょっとこのままじゃ寝れんぞっていうことで、はい、台所まで降りていったんですけど、はい、真っ暗のその台所で、はい、ズズ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 って、音がするんですって、夜中にズズズズズズズって、はい、え、何や何やと思って、はい、その音のする方をそーっと覗いたら、はい、あのうずら卵をゴキブリが台で吸ってたんです。めっちゃ気持ち悪くないですか。そんなことしたんですか。うずら卵を抱くようにずーっと、もうぐわー、ただのゾッとする話じゃないですか。いや、それやないか。そうでしょ。何してんすか。いや、もうほんまに、はじめ、もうやめよう、これ、やめよう。これは僕の相方のバービーの話なんですけども、ある日ちょっとネタ合わせをバービーの部屋でしようということになりまして、でまあ行ったんですけども、ちょっとあのバービーあんまり部屋をこう片付けられないというか、そう、はい、あんまり綺麗好きではないんですね。でまあその日も行ったら、僕の座る位置がちょっとないぐらい、はい、もう汚れてたんで、はい、まあ、僕ちょっと綺麗好きなところがあるんで、ちょっと片付けをしだしたんですけど、はい、せめて自分の座る位置だけでも確保しようと思って、はい、こうゴミ箱に、うん、こうゴミを入れていきまして、うん、ちょっとこうギアが入ってしまいまして、はい、うん、自分のテリトリー以外もこうどんどん掃除、はい、気になりだしてしまって、はい、バン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 行ってたんですけども、まあ進むにせいでゴミ箱の距離が遠くなってきまして、うん、はい、ゴミ箱も自分のとこ持っていこうと思って、パッてどかしたら、ゴミ箱の下になんでか知らないですけど、大量にゴマがビシ落ちてたんですよ。ゴマが落ちてたんですよ。なんでゴマ落ちてんねんって言って、あ、コロコロあるんで、じゃあそれコロコロ取ってくださいって言って、まあ、ちょっとそれもイラッとしたんですけど、なんで俺がせなあかんのかなと思いながら、まあそうですよね、はい、うん、でまあパッて取ってやろうと思ってよう見たら、全部孵化する前の虫の卵やったんですよ。うわーやってた。お前それゾッとする話じゃない。ゾッとする話です。めちゃめちゃゾッとしてる話やんけ。ゾッとさすなよ。うわーってゾッとさせるか。もう次の日もロケの仕事ありまして、弁当出たんですけど、ご飯にもごまあったら俺も食えなくて、正直ほんまごまとうずら食べられへん。めっちゃ大体
ジュニア。まあ仲のいいね後輩にロッシーっていうのがはい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 。ロッシーがね、あのまだ今東京住んでますけど、まだ大阪からたまに仕事で来てる時に、今日東京来たんで、兄さんご飯連れて行ってくださいと。行こうかーって、まあ、和食屋さんに連れて行ったんですよ。ほんでまあご飯食べてながら、ちょっと思い出したんですけどいいっすかってなって、ロッシーあの滋賀の結構田舎なんですけど、小学生の時に春休みはもう朝早く起きて親戚の中学2年の兄ちゃんと山入ってタケノコ狩りをするのがもう日課なんですって。で朝早く起こされて、はい今日も行ってきタケノコ言って、タケノコって朝取らないと、もうちょっと出てるのを取らないと、もうグーン、すごい、すごい生命力ですごい伸びるんですって。だからもうその朝のその時間を逃したらもう取れないんですって、タケノコは。楽しみだな、じゃあ今日もお兄ちゃん行こう言うて、こうやってタケノコ狩りしてたら、あったー言うて、ほんでピチョンピチョンって、まあ、朝露がロッシーに落ちてるんですって。うわー取ってたら親戚の兄ちゃんが、うわー上見ろーって、パッて見たら、サラリーマンが首吊ってたんです。うわってなって、もうそのまま家帰ったんですって。でもロッシーもガー震えて、でもその中学生の兄ちゃんは大弱権者やっていう責任があるから、警察電話しようって警察電話して、ほんでもうすぐ警察うわー来て、結局いろいろ調べて事故って発表されたんです。自殺じゃなくて事故やと、この周りどう探ってもその自殺するような原因がないと、これ事故死です、どういうことやってたら、酔っ払ってサラリーマンが竹山入っておしっこしたんですって。ほんでなんだかんだそのまま寝てもうたんですって。ほんで竹の子がこのネクタイを引っ掛けてグーッグーッグワーッて上まで持っていったんですって。僕それ以来苦手なんですって竹の子食いながらロッシーがしゃべってロッシーな、あいつにはゾッとするな。はい、僕あの中学時代に年末だけお肉屋さんにバイトに行ってたんですよ、はい、でやる作業っていうのはロースハムを切る作業なんです、はい、でこういう丸い刃がガーッて回ってるところに、はい、丸ごとのロースハムをこうやって下で切ったのを受け取る作業なんです、はい、でこれずっと回り続けてるんです、はい、でロースハムを切って取ってケースに詰めていく、はい、で1日に何十本もロースハムばっかり切ってるんですよ、はい、でも 歯と歯の間が細く切らなきゃいけないから、うん、それも自分で調整するんですけど、ちょっとよそ見しただけで指の先とかサーンってなる、怖い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 、で下受ける時も何枚もこう20枚ぐらい重ねてからこうやるんで、1枚目の時はちょっと上にやんなきゃいけないんで、それ間違えるとここもサーッてやられるんだ、でそれを1日に何十本も切るのを毎日やってたんですね。ですごい僕嫌な作業だったんです、はい、でもそれやんないとお金もらえないから一生懸命やってて、である時今日はこの作業やってくれっつって、はい、牛の油、牛脂の塊こんなでかいのが来て、はい、で大きい包丁持たされて、要はその牛肉を買ったお客さんにあのすき焼きのこの牛脂をつけるんですよ、そのサイコロ状の大きさにこの塊を全部サイコロ状の大きさに切ってくれって、はい、で大きい包丁を持ってその牛脂の上に乗っけて刃をグッと押すとメキメキメキっつってすごい綺麗に切れるんですよ、はい、でメキメキメキってでこれだったら全然のロースハムよりいいやっつって、はい、もう一日やってたんですよ、はい、でやってたらちょっとおやつにしようっつって休憩入って、はい、でお肉屋さんだからおやつっつってもお菓子じゃないんですよ、ロースハムとかなんですよ、はい、すげえな、やっぱりみんなデブなんですよ、やっぱだからお客さんってデブなんだっつって、ね、ロースハムガンガン食ってジュース飲んででまた作業に戻ってっつったんですよ、で牛脂の塊があってででかい包丁持って牛脂の上に乗っけて歯をギューッて押したんです、全然切れないんですよ、あれと思ってまたギューッて包丁したんですね、なんだと思って包丁持って牛脂の上に乗っけて歯をギューッて押してハッて見たら歯が上向いてたんですよ、おーめっ怖かったんすこっち何だったの、ここきっちり跡ついたんすきっちり跡だけなんで切れなかったの、
ってるから。危なかった。なるほど。上から行く。押してるから。うわー怖い。これ横行ってたら競馬線ですよ。気を付けて。入っちゃってるところ。怖い怖い怖い。あれは怖い。本当に。本気で押してましたから。うわー。ゾッとするなゾッとするゾッとする話ですね。これは怖いな。これはどえらいですよ多分。この話はですね、ぜひちょっと皆さんに覚えておいてほしい話なんですね。ぜひちょっとこうこの知識は使える話なんで、9年前にお笑いの後輩から電話かかってきたんですね、うん、吉村さん僕引っ越すんですよねって言うんですよ。でその後輩ってすっごい貧乏なんですよ、うんうん、お金ないだろうと思って、うん、どこ引っ越すのって聞いたら下北沢ですって言うんですよ、うん、あんなんね、もう常に若者が住みたい街、もうナンバーワン、ナンバーツー入るから高いじゃないですか、うんうん、めちゃくちゃいい物件発見しちゃったんですよねって言うんですよ、うんうん、どんな物件聞いたら普通のアパート1階2階あって外側にこう階段があるんですよね、うん、で階段上り切ってすぐの部屋なんで201号室だって言うんですけど、うんどこがいいのって聞いたら201号室以外の部屋、まあ、全部ね10万円以上するんですけど、うん、これ201号室家賃8200円なんですよ。それだけ10分の1ぐらいですよ、うん、これ絶対ヤバいじゃないですか、うん、でもう後輩に言ったんですね、これもう絶対ヤバいから、うん、もうそんな引っ越さないほうがいいよって、うん、いやでもこう安いんで引っ越しますよって言うんですよ、うん、で今不動産屋さんっていわく付き物件は説明する義務があるっていうのが聞きに行ったんですよ、うんこれおかしいですよねって言ったらお店の人即答で「はい」って言ったんです。あもう答えちゃうんだ「はい」ってと、うんうん、どうおかしいんですかって聞いたら、いやこの物件実はですね1年の間に4名の方が入られたんですけども誰も2週間持たないんですよね、うん、どういうことって聞いたら、3人は2週間経つ前に夜逃げするかのように部屋を出てってしまう、であとの1人は2週間後遺体で発見されて、初年なんです。でよくよくこう調べたらその遺体っていうのが地上にいるのに窒息死っていう、意味がわからないっていう、うん、こんな物件なんで8200円、よかったらどうぞって言うんですよ。いや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 と思ったら、まあ、後輩いやもう住みますよみたいな感じになっちゃう。ダメだってダメ、引っ越しちゃったんですよね。はい、でまあ引っ越した日、まあ引っ越しの疲れもあったんで、まあ、すぐ寝たらしいんですよね、うん、強い電話かかってきたんですよ。島田さんやっぱこの部屋やばいっすわって、うん、なんかあったって聞いたら、パッて夜中目が覚めたんです。時計見ると2時22分、うん、あなんか気持ち悪いなと思ったら、まあ、2階ですから下の方で、まあ、幼稚園児みたいな、たくさんの幼稚園児の声でわーってなんかこう走り回った音が聞くんです、うん、こんな時間にと思って窓開けたらピタッと出るんです、うん、で閉めたらわーの後になんかコツンみたいな、なんかコツンなんかそんな音が聞こえたんですよねって話をしてたんですよ。でこれやばいなって、もう一回不動産屋さん行って聞きに行こうよ、なんかあるから。でここをぜひ皆さん覚えておいてほしいんですけど、で不動産屋さんにこういうことありました、これやばいですよって聞いたら、いややばいです、じゃもう全部話しますって言って話した話が、うん、そういう物件の階段って建築基準法なのか、それがちょうどいいか分かりませんけど、ほぼ14段なんですよ、はあ、ただ稀にこの階段が13段の物件があるんですって、うん、でこの物件っていうのはヤバいっていうのが不動産業界でかなり有名な話らしいんですよ。で僕知ってるのでは町田の方に1軒、あとはあなたが住んでいる下北沢の物件です、はあ、13階段、はい、ですぐ帰ったらもう13階段で、その2割1号室やばい、出た方がいいって言ったんですけども、いや逆にこれね別に全然もう安いし、なんか芸人のネタになるんでいいですよって済んじゃったんですよね、うん、したら2日目また電話かかってきたんですよ。で昨日も2時22分に目覚めたんですよね、でわーって声聞こえた、でその後に昨日はコツンコツンって聞こえたんですよね、で僕全部分かったんですよねって言うんですよ。コツンって音って誰かが階段を登ってきてる音だ、うん、あ1日目コツンですよね、うん、2日目コツンって、はい、誰も2週間持たなかったって言いましたよね、
もう13階段なんで2週間目登り切って部屋入ってきちゃうんですよ。だから誰も2週間持たなかったんだなってことが分かったらしいんです、後輩。うん、でもうそんなもん出た方がいいじゃないですか。出た方がいい。さ、後輩逆に2週間我慢したらいいじゃないですかってことで住み続けちゃったんですよ。もうダメだと思うわ。でここからはもう後輩の話ですけども、うん、日に日に階段登っていくんですよ。やっぱりちょっとが増えていくわけや。はい、でも引っ越さないんです。ただ13日目、うん、電話かかってきたんですよ。明らかに声の調子おかしいんですよ。すいません、やっぱヤバいっすわ、ここヤバいっすわって言うんですよ。いや昨日13日目最後の日ですよね、まあ、あと1日で16日ですよね、うん、昨日だけ違かったんですよ、うん、どうしたの、うん、いつもコツンコツンだったって音が昨日明らかにもう何人もの大勢の大人の足音で階段ドド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 じゃあもう引っ越しちゃおう、その日のうちにってことで、でまあ気休めとでいいから、あの近所にあるこう神社とかお寺でお守りお札買ってきて、なんかまあそんな貼って引っ越ししちゃおうよってことで、明るいうちにね引っ越したかったんですけど、やっぱ時間かかって、まあ夜7時ぐらいになっちゃったんですね、暗くなってきて。まあでも夜中2時までは時間あると思ってのんびりやってたんです、暗かったけど。そしたら急に引っ越しのこう作業中に何にもしてないんですよ、バチーンと音がしたと思ったらブレーカーがあって電気がバッてもう消えたんですよ。真っ暗なんですよ、何も見えないんですよ、で怖いじゃないですか僕ら。でもブレーカーの位置はその後輩しか知らないから、とりあえずおい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 、ブレーカーおい早く、もうちょっとで電気何の返事もないんですよ。みんなこうちょっと黙ってみたら、なんか下の方でその後輩がうずくまってるのがなんかこう目が慣れてきたら見えたんですよね。で苦しそうになったらうなってるんですよ。でこれやばい、なんかあるんだと思って全員でこう担ぎ上げてとりあえず部屋出て、すっごい苦しそうなんですよ、顔真っ青なんですよ。救急車呼んでバンって運ばれてったんですね。で後で聞いたら、後輩なんでそんなことになってたかっていうと、僕ら買ってきましたよねお守りとかお札、絶対に人間の力じゃそんなギューってね圧縮できないだろうっていうぐらいちっちゃくなってて、それ後輩の喉に詰まってたんです。俺たちいなかったらこいつ窒息死してたなって。窒息死、うわ怖いもん。あのマジやないか。ダメだよそういうの。ちょっとどうしたらって。こんなもん映画になる。本当そうですね。そこレベルだ。いやだから本当皆さんね、部屋決めるときにまず階段の数を確認してください。今日はい。今日はい。階段どうすんだよ。もう嫌や。怖いわ。もう喋れないわ。怖くて。すぐもうやっぱ笑いやめて、もう実家帰っちゃったんですけど、そいつ今実家茨城の方で、ガストの店長やってます。よかったら。いや、怖いの、怖い怖い。なんで怖い話みたいに言うねん。ちょっと本を書いてほしかった。大丈夫、さっきよりちょっと離れてるだけや。ダメじゃないですか。皆さんこう思い入れのある番組ってあると思うんですよ、うん、特にこうこの世界に入る前から見ていた番組に自分が出た時の嬉しさ、はい、なるほどなるほど。これがガレッジセールにとっては笑っていいともなんですよ、うん、小学校から見てたタモさんと同じ舞台に立ってると。その時はまあ一応ゲストで一回呼んでもらったんですけれども、ふわまさか出れると思ってなかったと。そしたら準レギュラーみたいになってきて、芸人3組の中で1組レギュラーを決めると。でもう毎回が勝負じゃないですか。で
いつものいいとも来て10時半入りなんですけど、はい、川田が入ってないんですよ、はい、あちょっと遅れんのかなと思って11時になってみんなメイク終わって下に降りるんですよリハーサルで、はい、来ないんですよ、はい、やばいなって電話しても取らない、うん、どうしようどうしようでもリハーサルやらないといけないから11時半になる、はい、あと30分ですよやばいねやばいもうスタッフの耳にも届いても川田さんいない川田さんいないっつって、うんうん、さその時のプロデューサーが、はい、どういうことだと、うん若手のくせに遅刻ってどういうことだってまずいってもうカード出てくれカード出てくれっつったら11時45分にやっと出たお前何やってんだよってごめん今起きたって言ったお前やばいぞお前とにかくもう準備なんかしないんだからもうそのまますぐタクシー乗って来いっつって分かったっつってカード一応連絡取れましたすいませんすいませんとかダメだお前なんだお前若手のくせにって許されると思ってんのかほんとすいませんそしたらいいとも1分前になったら下からスタッフがカードさん今到着しましたおいやもう全然もう許す気配がないんですよ、うん、かといってほらよく後輩芸人が遅刻した時に、うん、なんか笑いで許してもらえるみたいなのって芸人の中であるじゃないですか、うん、例えばこうここにこの遠藤さんが昔先輩の舞台に遅刻した時に、うん、もう外でホースびっしょびしょに濡らして、うん、晴れてるのにすいません大雨降ってて遅刻しましたっつったら先輩が笑って許してくれて、うんうんはい、遅刻を許してもらえたみたいな感じ、はいかといってそんな空気でもないしでカーターは実際そういうふうなことをやるようなやつでもないんですよ、うんはい、でもどうにかして謝ったら許してくれんのかなと思ったらカーターが廊下の向こうからバッと走ってきたんですよでカーターが見えた時にまさかの姿で来たんですよ、うん、ジェルでピチッて七三にして顔にほくろを30個ぐらい描いてきたんですよでもこれはウケるこれは面白い顔だから許してくれるだろうって感じで笑いながらほくろ30個描いてすいませんってほくろ描いてたら遅れましたお前舐めてんのかってなってお前なんか出せないよっつってって言われながらカートが本当すいませんすいませんって言いながら一個一個のほくろをこうやって消していくんですよ。28、27、26、25、こう一個消して、髪型ゆっくり直して、直して七三をゆっくり直していったっていう話ですよ。これかなりの KY 戦ですね何言ってんの父ちゃん現れてから声落としすぎやろ確かにもうこれやね離れてるな離れてるな